警察大学校、警察大学校、警察大学校、オアインイングリッシュ、ナショナルポリスアカデミーは、警察法第27条を設置根拠とする警察庁の付属機関、教育訓練施設である。略称は境内。警察上級幹部に対し必要な知識、技能、指導能力及び管理能力を習得させるための教養を行うほか、 警察業務に関する研究を行う。文部科学省の所管下ではない省庁大学校であり、幹部警察官等を対象にしているので、実際は研修施設である。そのため、一般の新規高卒者等の入学は行われない。省庁大学校ではあるが、研修施設であるため、卒業という概念そのものがない。従って、防衛大学校や海上保安大学校などとは、 異なり、家庭修了しても、学士の学位は得られない。中野区時代には、公安警察の諜報活動を、統制運用する秘密部署、コードネーム、桜が置かれていたことが判明している、日本共産党幹部宅登場事件。特別捜査幹部研修所、特捜研とは、上級の捜査幹部として必要な捜査の指揮及び、 管理その他高度の専門技術に関する研修を行う機関として、1967年、昭和42年6月1日に創設された。全国の警察の警視、または警部の階級にあるものの中で、一定の捜査実務経験がある、各都道府県警察本部における、将来の捜査担当部課長としての適格性を有する警察官に対して、 約半年間の研修を年2回施している。少人数制の教育が特徴。著名な学者、実務家、放送等を交えたゼミナール形式の教育を行っており、全国から選抜された研修生は、捜査幹部としての実践的研修に励むとともに、捜査に関する諸問題についての共同研究を行い、その成果は課題研究報告としてまとめられ、 警察実務の教養資料として広く活用されているところである。また、平成19年から同研修所では特別捜査官部要請課という短期課程の研修も年2回実施している。国際警察センターは1985年昭和60年4月設置された国際捜査研修所国際研を前進とする組織で2006年 平成18年の組織改編で発足した。警察職員または外国からの研修員に対し、国際犯罪捜査、国際捜査教授その他国際的な警察活動に関する学術の研修を行い、必要な調査研究を行うことを目的に、国際捜査第一研修室、国際捜査第二研修室及び国際協力研修室が置かれる。 国際捜査第一研究室においては、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査教助、その他国際的な警察活動に関する問的事項について研修を行い、合わせてこれに必要な調査研究を行うこととされ、国際捜査第二研修室においては、警察職員に対し、国際的な犯罪捜査、国際捜査教助、その他国際的な警察活動に、 必要な外国語について研修を行う意合わせてこれに必要な調査研究を行うこととされ国際協力研修室においては警察職員に対し所管行政に係る国際協力に関する学術の研修を行うこと外国からの研修員に対し警察に関する学術の研修を行うこと合わせてこれらに必要な調査研究を行うこととされている 財務捜査研修センターは、警察職員に対し、財務に関する専門的な知識及び技術を必要とする捜査に関する学術の研修を行い、並びに、これに必要な調査研究を行うために、2003年、平成15年4月に設置された。高度な財務捜査力を養うための研修のほか、財務捜査、会計制度等の研究をも合わせて行っている。 取調べ技術総合研究研修センターは、警察職員に対し、被疑者その他の者の,の取調べの技術に関する学術の総合的な研修を行い、及びこれに必要な調査研究を行う。警察政策研究センターは、警察に関する政策並びに学術及びその運用に関する調査研究、警察職員の研究の指導に関すること及び、 警察における教育訓練及び学術の研修に必要な資料に係る総合的さ及び管理に関する事務を行うために1996年平成8年5月に設置された。警察情報通信研究センターは警察通信研究センターを前身とする機関で情報通信機器、システムの研究、開発を行うことを目的に設置されたものである。 基礎研究室、警察に関する情報通信に関する研究に、関する事務のうち、技術に関する基礎的な研究に関すること、警察情報通信研究センターにおいて行う、研究の計画の策定に関すること、以上のほか、他の研究室の所証に属しない事務を司る、応用第一研究室、警察に関する情報通信に関する研究に、関する事務のうち、 技術の応用及び開発に関する研究に関する事務応用に研究室の所長に属するものを除く。おつかさどる応用第二研究室。情報の管理に関する技術の応用及び開発に関する研究に関すること。犯罪の取締りのための情報技術の解析に係る技術の用及び開発に関する研究に関することをつかさどるの三研究室が置かれている。 民間の優れた知見を取り入りつつ、サイバー犯罪等に悪用されうる最先端の情報通信技術について研究を行うとともに、サイバー空間における警察全体の対処能力向上に必要な研究を行うことを目として、平成26年4月に設置された、犯罪の取り締まりのための情報技術の解析に関する研究を行う解析研究室と警察職員に対する 専門的な知識、技術の研修を行う操作研修室が置かれている。警察の情報通信技術に関する教育訓練を行う機関として設置され、特別教養部、情報管理教養部、通信技術教養部、応用技術教養部、情報技術解析教養部の5部が置かれている。情報通信局の管轄である。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。